お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はですね、これから20年から30年の間に、地方自治体、つまり市区町村の4割が消えていくっていうね、そんな統計が出てるってことです。この人口動態調査ってのは、ほぼ当たるんですよ。というのが、80歳の人が1万人いるとして、その社会ってのは、80年前に出発したってことは動かないわけですよね。今年生まれた新生児が75万人だとして、じゃあそのまま20年後に二十歳の人口が80万人になるかって言ったらならないんですよ。誰もお亡くなりにならなくても、75万人は75万人で、いろんな要因で減ることはあっても増えることはないわけなんですよね。そう考えていくと、これから20年から30年かけて地方自治体が人口が減っていくからなくなっていくっていうのは、これ避けがたい事実なんですよね。記事を読んでいきましょう。人口減少問題への関心を高めるため、民間組織人口戦略会議がまとめた報告書の概要が19日判明した。2020年から50年の30年間で、子供を産む中心の年代となる20から39歳の女性が半数以下となる自治体は消滅可能性があるとした上で、全体の40%超の744自治体が該当すると分析している。24日に公表予定で自治体に地域の実情に応じた対策の充実を呼びかけるということなんですけども、対策ははっきり言ってないですね。よく言われることなんですけども、誰と付き合って誰と結婚してどのような家庭を築くか、子供を産むかっていうのは、行政が介入することではないって言われましたよね。でもこれね、かなり今行政が介入してるんですよ。しかも悪い方向にです。というのが、若い人が出会ったり恋愛をしたり家庭を持とうという意欲をなくすように動いてるんですよ。特に国会です。あらゆる法律が私たち国民に対して、生きていくのが難しい、お金の余裕がない、だからデートもできないし、男性で言ったらね、女の子を誘おうと思っても、車もないし、素敵なデートスポットもないし、もう追いやられてるわけですよ。で、女性にしてみればね、晩婚化っていうのがあります。これは個人の選択のようであって、そうではないんですよ。誘導されてるわけなんですよね。もちろん選択の結果、キャリアを目指す女性がいるのは全然悪いことではないんですけども、しかし、女性に以前とは違った価値観を植え付けることによってですね、様々なコマーシャルによって、お一人様って言葉もありますけどもね、女性がもう手遅れになるまで独身でいることを、かなり促進してるってところはあるんじゃないかなと思います。それについては今回言及しませんけども、現象として少子化対策ってのが30年以上前から自民党で行われてるんですけども、その結果がこの体たらくですよ。つまり、知恵を絞ってこうなってしまったのか、意図的にこうしてしまったのか、どちらにしても重大な責任が自民党にあるんじゃないかなと思います。その他記事の方を読んでいただければいいと思いますけども、人口が減ることによってこの国ってのはもう成り立たなくなってくる。特に人口の分布ですよね。江戸時代って日本の人口って3000万人ぐらいだったんですよ。それでもこの日本がですね、充実して活発に動いていたのは、中央値ですよね。平均年齢の中央値がやっぱり20代ぐらいに偏っていたからなんですよね。つまり、一人一人が活発に生産し消費していく。そして幸か不幸か、平均寿命が40歳ぐらいでしたからね、40.23歳っていうところです。45歳まで生きる人は珍しくて、50歳にはもう老人っていう、そんな立ち位置だったんですよ。そうなると、全体的な消費と生産のバランスってむちゃくちゃ取れていたわけなんですよ。で、今みたいな長寿国になると、それが悪いとは言いませんけども、それを支える若い世代はもっともっと増やさなければいけなかったんですよ。そうやって人口分布を適正な形で推移させなければいけなかったんですけども、ただ意図的にか、どうなのか分かりませんけども、多分意図的になんでしょうけどもね、新しい世代が生まれないような戦略を取ってきたわけなんですよね。そうすることによって、今回みたいな、これから20年30年かけて地方自治体の半分はなくなってしまうよ、みたいな
予想が出るほどまで追い詰められたってことになります。皆さんどのようにお感じでしょうか。ちょっと私はね、もう手遅れなぐらいピンチを感じてますけどね。